誓う。基本的にスモークの考え方って敵視点にならないと難しいっすよ。主観で考えるとどうしてもなんか単調なスモークになりがちなんで、自分が相手視点になった時に叩かれると嫌な位置に立つっていうのは割と有効です。奥目に炊く方法と手前に炊く方法がありますし、ね、何が使えないって言いました？ちなみになんか上下があるマップだと強制的に上側に飛びます。だからなんか建物の上とか乗れますよ。それで。ウルトとかワープで。基本的にウルトでワープするんだったら自分がウルトでワープするところにスモーク耐えとくのは割とありです。状況によりますけど。そこについては。ウルトって、ウルトのボタンを押すと、円が出るんですよ。その円の中にいる敵に、音が聞こえるんですね。オーメンのワープ音が。ヒューンっていう。それが聞かれる、え？飛んだ着地点です。飛んだ着地するところにヒューンっていう音が鳴るんで、その音が聞こえる範囲が、ウルトの選択画面のところで円が出て、その円の中に敵がいる可能性が割とあるんだったら、飛ぶところにスモーク耐えて飛ぶっていうのもありですし、キャンセル前提で、まあ敵のど真ん中らしきところに飛ぶっていうのもありです。まあ、多めのウルトの一番有効な利用法は、A 側攻めてて、A に全員寄ったなってタイミングで B にワープして設置とかもできるっていうことですかね。他の利用法は裏取りっていう利用法もできますし、まあ、単純に敵のど真ん中に飛んで敵の位置を確定させるっていうこともできますから。まあ、最後に言った、やり方については、守り側の時に、まあ、残り30秒とかで敵のインフォが全くない時とかに使えますね。これで B メインとか A メインのどっちかに飛ぶワープフェイクス入れたら、まあ、いなければ、もう反対側でいれば、まあ、そっち側に来るってことがわかるんで。っていう。まあ、簡単には A に来るか B に来るか分かんないときに、ウルトでどっちかの敵がいそうなところに飛んでいればそっち来ますし、いなかったら反対側来るってことです。
カニ好きなんすか？ここだ。私、カニ好きっすね。カニの刺身が好きです。はい。ここだ。オークマンはあれですね。このゲームのいろんなところにいるやつですね。ここだ。全く関係ないですからね、そもそも。多分それあれですよ。世界大会に出てるプロゲーマー上位100人くらいに聞いたとして、一人も知らないっすと思います。そういうの写真に撮ってツイッターに上げてったらいいんじゃないですか。多分そんな知ってる人いないと思いますよ、ほとんど。なんか、バロラントのハッシュタグとか、なんか、アライオットカーディアンズとかのハッシュタグつけて、そういうのを見つけたの全部写真撮ってツイートしてったらどうすか？結構、多分、イースターエッグとして。ここだ。なんでウルフなんですかね。ここだ。レディアナイトっすね。レディアナイトマインマップっすね。レディアナイトっていうのは、スパイクの中の、危険な物質のことです。アセントがなんか浮いてるじゃないですか。あれもレディアナイトの影響らしいです。で、射撃。
射撃訓練場にも、なんか、空が、なんか、黒い裂け目みたいなのあるじゃないですか。まあ、射撃訓練場の空に黒い裂け目があるんですけど、それが多分、確かレディアナイトの爆発による影響みたいな。で、それでアセントと射撃訓練場が分かれたみたいな感じだったはずです。それワープみたいですね、バインドの。どこがエヴァっぽいっすか？ここだ。ですかね？どうなんだろう？なんかもうちょっと暗いイメージ。まだやってたんですか？まだ。
あ、お帰りなさいませ。ご主人様。ミュートっすよ。ミュートっすよ。戻りました。ああ、あ、お帰りなさいませ、ご主人様。あれ。よいしょ。これ見といて。明日一緒に。見といて、いや、明日一緒に、アーカイブでも見るだむっすか。見るだむだと、通りますか。ああ、アーカイブ、対なん戦かを一緒確に認。見ながら。試合中に言われても、困惑するだけだから、多分。いや、私は少なくとも新一に言われてもすぐ改善できるとこなんてないんで。
それなら試合中は私はしっかり見ますよ、ウルグさんの頑張りを。全部想定済みだから。B に行く。スポットを回収。タレット展開。ここよ。スポットを戻すよ。あと30秒、最後の一人だ。苦しむ姿を見せてちょうだい。節約するね。設置。了解。ここよ。ボットを回収。A でキャリアーダウン。タリー展開。最後の一人だ。エリアの制圧は私に任せて。その分他で働いてよね。Thank you.
このレート隊一回来たところにそのまま全員来るタイプの気だと思うんで、こんにちは。もうなんか敵が来たってよかったらもうそっち 100% 来ます。アラムボット展開、グレネード配置、ここだよ。ありがとう。ここだよ。スパイクを設置。援護して。敵残り1名。展開、考えるのは私に任せて。アラームボット配置、グレネード配置、ここだよ。中央に敵複数。いたよ。グレボットがやられた。ここだよ。監視中。ようこそ私の世界へ。リロード。スパイクを設置。ヘッドショット。毒の壁よ。好きなふりをしても無駄に。ありがとう。心臓の音でわかるもん。ブブさん自身は上手くなってますね、一応。ありがとう。私が最初に見た時よりは。了解。センタリー設置。アラームボット配置。グレネード配置。A でキャリアダウンを戻すよ。ボットを戻すよ。ここ A に敵がいる。向かいます。セントリー設置。どこにいるか分かってるぜ。ボットを回収。敵残
残り1名。さあ、誰を展開。やるね。中央にスパイカー。命乞いさせてやるわ。銃があるわ。やるね。設置。倒してやるわ。アラムボット展開。グレネード配置。やるね。A でキャリアダウン。A に行く。ここだよ。チャージ切れ。アラームボット展開。ボットを回収。グレネード展開。スパイクを設置。ドイツの家電は世界一？ごめんね。ごめんなさい。タレット展開。配置。グレネード配置。ここよ。ここよ。ここよ。めちゃくちゃ苦しそうな声だった。まだまだいけますね。アルティメット準備完了。節約するな。必要なものがある人はこれくれない。ありがとう。ありがとう。こんにちは。どうも。セントリー設置。楽しくないぞ。アラームボット配置。グレネード配置。Thank you.
アタック側スポーンでキャリアダウン。ボットを戻すよ。ボットを回収。敵残り1名。山にはかなわない。やるね。攻撃は最大の防御。やるね。お金あるよ。何かいる？設置。アラームボット展開。グレネード配置。お遊びはここまでだ。ここよ。アルティメット準備完了。A に敵を確認。どこにいるか分かってるぜ。あと30秒。 A に敵を確認。敵残り1名。 A でキャリアダウン。ボットを回収。あと10秒。お金あるよ。何かいる？誰かお金余ってない？助かるわ。誰か展開。触れさせない。了解。アラームボット配置。グレネード配置。いたよ。アラームボットダウン。グレネード展開。カウントダウン開始。B でキャリアダウン。やるね。すごいわ。よし、やるよ。お金あるよ。何かいる？展開。アラームボット配置。グレネード配置。A に敵よ。
いたよ。グレネード展開。ありがとう。あと30秒。一人ずつやろう。 A に行く。 B でキャリアダウン。 あと10秒。 B に敵がいる。 戻す。チャージ切れ。前半最終ラウンド。やるね。後には何も残りません。明らかに判断は早くなってますけど、サイファーにダーツ刺されたときは F を押しましょう。あの画面の真ん中のちょっと下に出ません。ボタンを押せて一瞬じゃないずっと出てます。バグじゃないです。サイファーのダーツさせられたんです。今、バロラントに大きなバグはないので。向かいます。暴れ。A に敵を確認。ここよ。回復するわ。いたよ。おお。遊びはここまでだ。他に耐えられるか。ボットを戻すよ。ボットを回収。あと30秒。 A に行く。敵残り1名。ごめんね。セントリー設置。ここよ。ここだよ。ここよ。Aに行く。息を吸って。キャリアダウン。誰とダウン。スパイクを確保。ここだよ。
ネード配置。ここだよ。ここよ。ついといて。タレット展開。ボットを回収。スパイク設置。アラームボット展開。グレネード配置。グレネード配置。セントリー設置。残り1名。パーフェクト。楽勝。すごいわ。ポットちゃんを信じて。やるね。やるね。すごいわ。乗るね。リロード。ここ。ここよ。敵残り1名。ここだよ。ここだよ。アラームボット配置。グレネード配置。スポットを戻すよ。ここだよ。勝利まであと一戦。お金あるよ。何かいる？リロード。リロード。リロード中。タレット展開。リロード。Bに行く。了解。ボットを戻すよ。
残り1名。みんなやること分かってるよね。ごめんね。お遊びはここまでだ。タレットがやられた。グレネード配置。さあ、ありがとう。アラームボット展開。リロード。アタッカーの勝利。
ウルグさん。はい。いや、まあ、一番下とかっていうよりは、単純にウルグさん自身の中ではうまくなっています。その人との比較で言うと。過去の自分には勝ってると思う。あと、笑顔が素敵です。え？なんすか？